皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アクアリストタッカーです。自分の動画を見に来ていただき本当に感謝してます。ありがとうございます。もしよかったら見ていってください。で、今回はねこちらですね、こちらはね、水槽用品を今回ネットで購入しましたということで紹介していきたいと思います。こちらヒーターですね、ヒーターとサーモスタットを購入しました。中を開けるとまあね、エアクッションが入ってますね。で、商品がこちら、じゃじゃん、とこちら大きいのと小さいのと購入しました。あとはヒーター、じゃじゃん、ヒーター 440W と 220W を購入しました。ただね、このヒーターはまあ予備ですね、まあまだ使わなくていいんですけど、まあ壊れてもいいように購入しました。でね、こちらがね7960円、まあ税込みで7960円です。こちらが4890円ですね。で、次にこちらが220、こちらがね 220W、 これが1870円で、こちらが次が 440W、 これが5190円。まあね、結構しますね。でね、全部でだいたい2万1000円ぐらいかかってますね。ちょっとね、高いんですけど、まあまあしょうがないかななんて思ってます。まあこちらね、予備なんでね、まだ使わないですけどね、予備としてまあ購入しました。で、問題はこの2つなんです。この2つね、こちらね、まあ、これはなんで2つかっていうと、まあ、今ライトついてないですけどね、こちらのアロワナ水槽と西側のディスカスっていう魚がいるんですけど、ディスカス水槽にまあ使おうかなと思ってますね。なのでこの2つ今回購入しました。なんでかっていうとね、これね、ここにも書いてあるんですけど、異常アラームでお知らせセンサーって書いてあるんですね。これ前回ね、自分ね、あのヒーター壊れて、まあ大変なことになったんですよね。ディスカス水槽もなんか全滅させちゃったんで、ちょっと苦い思い出があるんで、そしたらね、こんな商品があるの自分知らなくてね、これは温度がね、異常になると、センサーでアラーム鳴ってくれるんですね。例えばね、ヒーターが壊れても、まあ温度が異常だとアラームで知らせてくれる。そういう商品ですね。ヒーター壊れてもこれだと、まあ安心かなと思って今回購入しました。開けてみますね。はい、中を開けると、自分も初めて見るんでね、どんな感じだかわかんないです。はい、こんな感じですね。なんかちょっとかっこよくないですか、これ。かっこいいな。なんかこれでボタンでなんか押せるみたいです。で、これがまあセンサーですね。これで感知して異常を知らせてくれるんですね。で、これがね、まあ、コンセントを挿すとこです。これがね、3箇所あるんで、3個分ヒーターをつけられるようになってますね。あとはこれはプラグなんで、コンセントを挿すやつです。この、ちょっととりあえず説明だけしますかね。今自分も説明書読んで、まあ分かったんですけど、まずね、まあ、ちょっと今電源入ってないんでちょっと説明しづらいかもしれないです。これね、電源入れるとね、この箱のように26度って書いてありますけど、ここにね、今現在の温度が出るみたいですね。で、長押しするとここが点滅するみたいですね。点滅したら自分が設定したい温度に、まあこれでね、設定していくと、押して。そう、設定すると、まああとは自動で制御されるんですね。アラームなる温度は設定温度からプラマイ3度ですね。だから、例えば30度、これをね、セットしたらば、30度からマイナス3度、プラス3度でアラームが鳴るようになるみたいですね。で、なおかつ、温度はプラマイ1度で制御がかかり、自動でこう、ヒーターがオンオフするようになってますね。だから29度になったら温度が上がって、上がりすぎたらまた止まるって感じですかね。こんな感じになる機械ですね、これは。はい、ヒーターね。ヒーターこの2つ今つけてんですけど、これがね、300ワットと200ワットなんで、まあ合わせて500ワットなんで、まあ、こちらのね、これですか、ヒーターの
容量が 2W から 620W までは対応できるんで、まあ大丈夫かなと思ってますね。2本をここにね、挿せばこれだけで使えるんでね。しかもこれ1個でいいんで、今現在2つのヒーター使ってて、2つのサーモスタットでやってるんで、これね、これが1つで良くなるんで、まあ、ちょっとすっきりするかなとは思います。はい、今設置しました。まあね、2つあるよりはすっきりしたのかななんて思います。やり方もね、これね、ここでこれ長押しですね。はい、長押しすると点滅するんで、はい、点滅したらこう帰ってきてね。はい、でとりあえず30度セットします。30度に合わせたら、あとはまあそうですね、勝手に、これで終わりですね。まあ簡単ですね。で30度になったらプラマイ3度でアラームが鳴るようになります。で今ヒーターが2つついてるんで、これも2つだけヒーターの線を入れてます。で終わった2つサーモスタット、今までご苦労様でしたって感じ。まだこれも使えるんですけどね。ちなみにね、このセンサーこれね、外に出すとアラーム鳴りますね。で水につけると音が止まるなってますね。異常が鳴った時も多分ね、この音がこうピーピーってなるようになると思いますね。はい、こいつが今鳴ってます。アラームおかしいですよって言ってますね。水に入れるとおとなしくなりますね。いやー最高ですね、これね。これでまずね、ヒーターの故障があったとしてもすぐ気づけるんじゃないかなと思います。いやーね、この機械ね、自分ね、ほんとね、あるの分かんなかったんでね、ほんとね、良かったと思いますね、これになって。これでね、お魚もね、安心して過ごせるんじゃないかなと思います。はい、まあこんな感じですね。で、こちらもう一個ね、あるんですけど、こちらはディスカス用の 60cm 水槽用に、まあ、設置していきたいと思います。ただね、まあ内容は同じなんで、これはまあ動画には載ってないんですが、ディスカスもこれ入れていきます。まあこれはね、小さいんでやっぱりね、まあ、こちらにも書いてありますけど、ヒーター容量は 2W から 330W なんでね、そんなに容量は大きくないんですけど、60cm 水槽は全然問題ないんで、これでやっていきます。ではでは、この社員さんでも見ながら終わりますか。では、アクアリスト高の今日はヒーターサーモスタット設置でした。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。今日のおまけはライスくんです。ライスは今日はね、この丸い爪とぎボールで寝てます。これ爪とぎなんですけどね、これ狭いんですけど、顔を見せないかな。ライス丸くなって寝ちゃってますね。起こしちゃおうかな、こうしちゃおうかな。ライス、ライス、ライス、はい、起きた。起こしちゃった。あ、寝た寝た。じゃあね、おやすみ、バイバイ、バイバイ、おやすみ。